エルビス・アレハンドロ・アラウ・ホラミレスは、ベネズエラ・スリア州マラカイボ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。メキシカンリーグ・モンテレイ・サルタンズ所属。2007年にクリーブランド・インディアンスと契約して、プロ入り。2008年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・インディアンスで、プロデビューしたが、トミー・ジョン手術を受けたため、2009年から2年間も、全休した。 2011年は、ルーキー級アリゾナリーグインディアンスと A-9、マホーニングバレースクラッパーズでプレーし、2球団合計で15試合に登板して9勝1敗、防御率3.3663奪三振の成績を残した。2012年は、A 級レイクカウンティキャプテンズでプレーし、28試合に先発登板して7勝10敗、防御率5.0011奪三振の 成績を残した。2013年は、A 級カロライナマドキャッツは、故障を繰り返し、2試合の登板にとどまった。2014年からは、リリーフに転向すると、A 級カロライナと AA 級、アクロンラバーダックスでプレイし、2球団合計で43試合に登板して2勝1敗11、セーブ、防御率3.4250奪三振の成績を、残した。オフに、 FA となった。2014年11月13日にフィラデルフィアフィリーズと1年契約を結んだ。2015年の開幕は参加の AQ レディングファイティンフィルズで迎えたが5月2日にメジャー初昇格を果たし5日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは40試合に登板して2勝1敗。 防御率3.3834奪三振の成績を残した。2016年は32試合に登板して2勝1敗、防御率5.6029奪三振の成績を残した。2016年11月18日に、ベーバー工事でマイアミ・マーリンズへ移籍した。12月のウィンターミーティングに派遣された、中日ドラゴンズの共利ツ編西部。 国際障害担当とマーリンズとで交渉が行われ、12月22日に中日が獲得することに決まった。また、翌12月23日には、ブラッド・ジーグラーの加入もあって、DF となり、2017年1月5日に FA となった。その翌日の1月6日に中日への入団が正式発表された。背番号は49、年俸は8000万円出来高。 2017年、1軍で6試合登板したものの結果は振るわず、シーズン終了後契約保留戦士名簿から外れ、自由契約となった。2018年2月6日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2019年2月18日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。6月20日に FA となった。 2021年2月12日にメキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズと契約を結んだ。最速97マイルパワー、平均92マイルパーワーのフォーシームと、決め球の平均84マイルパーワーの縦のスライダーの2球種を中心に使用し、その他に平均87マイルパーワーのチェンジアップを使う。メジャー通算の脱三振率は9.2と高いものの、 通算予支給率は5.2とこちらも高い。ありがとうございます。